アクティブイメージプロテクターのメディアをセットしてからメディアの中を開きます。インストーラーを実行します。端末内で実行するを選択します。インストーラーが起動してきますので、インストールを選んでエンターを押します。言語の選択ではジャパニーズを選択してから、ネクストを選択してエンターを押します。エンドユーザーライセンス契約が表示されます。内容を確認してから、アグリーを選択してエンターを押します。インストールするコンポーネントは、3つ選択したまま、インストールを選択して、エンターを押します。インストールが開始されますので、しばらく待ちます。インストールが完了すると、アクティベーションの画面になりますので、アクティベーションキーを入力します。アクティベーションキーを入力したら、アクティベートを選択してエンターを押します。アクティベーション OK と表示されたら、クローズを選択したままエンターを押します。以上で、アクティブイメージプロテクターのインストールは完了です。